傘を折ります。まず4分の1の紙を用意します。三角に折ります。角と角を合わせて折ります。辺と辺を合わせて折ります。こちらの袋を開いて折りたたみます。裏返してこちらの辺で上に折ります。裏返します。こちらと同じものを全部で3つ作ります。貼り合わせていきます。こちらの開いている部分にすべて糊をつけてくっつけます。こちらを半分を重ねてこのように貼り付けます。3つ目も合わせて貼り付けます。こちらの角を内側に折ります。こちらの部分もすべて糊で貼ります。残った4分の1の紙をくるくると巻いていきます。こちらはテープで貼ります。こちらを潰します。丸くなるようにカールされてます。こちらの反対の先を少し細くします。こちらを刺します。こちらで完成です。